皆さん、悠々とした人生、遅れてますか？この動画、1.0 倍速以下で見てますか？悠々と生きなければならないので、温泉の名所、いわきまでやってきました。日立で東京上野からズビュンと一本。普通列車だと大変ですがアクセスは良好です。まあ今回は温泉には入らず、この磐越東線に乗り込んでいきます。愛称、悠々あぐくまライン。使われている車両はこのキハ110系です。てっきり719系が使われているものかと勘違いしていたんですが、この路線非電化でした。車両そのものは埼玉県を走る八高線と大差ありませんが、車窓に関しては全くもって別物のはずです。では、乗っていきましょう。車内には2人掛け、1人掛けボックスシートとロングシートが混在します。今回は運よくボックスシートを確保できました。で、のんきに荷物も置かず、トイレ行って戻ってきたら取られてました。しょうがないです。賞味2時間程度の乗車ですし、立ってましょう。いわき発車。気動車の音をとどろかせ、大自然の中を走る旅に出発です。ここから福島県内を北西に進み、東北本線と接続する郡山まで向かいます。そろそろ磐越東線について軽く説明。磐越東線は福島県内のいわきと郡山を結ぶ、16駅86キロの路線。県内1位の人口を誇る都市いわきと、2位の人口を誇る都市郡山を結びます。それなのにかなりのローカル線で、乗り換えなしで乗り通せる便は1日5本しかありません。いわき発に関しては朝昼に5時間近く空くこともあるのでご注意。いわき駅はもともと平駅だったために、全通する前までは平郡線と呼ばれていたそうです。郡山、平それぞれからじわじわ工事を進めて、全通後は磐越東線と呼ばれるようになりました。ちなみに磐越東線の終点、郡山からは、さらに磐越西線が新潟の新津まで伸びています。この路線は磐越東線の全通プラス改良に伴って、磐越線から改名されました。磐越線の方は福島県東部を指す岩代国と、新潟県を指す越後地方から取ってきてます。今の名前こそ似ていますが、これら2つは全くの別路線で、建設経緯も異なりました。路線名を寄せたのはちょっとなんで？ってところが多いんですが、越後、岩代、いわき、つまり福島全域と新潟を総称して磐越と呼ぶこともある点に加えて、純粋に幹線の東北本線、郡山から見たときに、そっちの方がわかりやすく管理が楽だったからかも。名称の改修が1000程度までしかできていない気がする当路線ですが、幹線視点からの管理と地理地名で考えれば、こうなんじゃないかな、と思ったり、現状、脚光を浴びているのは磐越西線の方で、この磐越東線はあまり注目されていない感じですが、磐越東線の愛称は、悠々あぐくまライン。西線は、森と水とロマンの鉄道、です。どちらも小学1年生の漢字の勉強まで終えれば、鉄道、部分以外は皆かける、優しい名称です。あぐくまと聞くと白川の西ら辺から注ぐ一級河川、あぐくま川を思い出しますが、一回しか渡りませんし、沿いもしません。少し北を走るあぐくま急行線はそこそこ沿いますが、その由来は川じゃなくて、おそらく地形です。つまりあぐくま高地から取ってきています。で、磐越東線はそのあぐくま高地を貫くように伸びている路線、というわけです。なおあぐくま高地を貫く路線は、この磐越東線以外には存在しません。いや、厳密には計画はありました。それがあぐくま急行線で、福島と中村、常磐線の相馬付近とを結ぶ路線を計画。これが第2のあぐくま高地越え路線となる予定でした。あいにく、本当にただの計画で終わり、あぐくま急行線に関するその路線は幻となってしまいましたが、現在はこの磐越東線だけが、あぐくま高地を越えるただ一つの路線として細々と走っています。その昔は、あぐくま、っていう快速列車も、休日をメインに1往復だけ走っていたのですが、2009年を境に姿を消してしまい、今では各駅停車のみです。磐越自動車道を走る高速バスに少し客を取られている感もあるこの路線。一体どうなることか、ざっくり説明終わり、次の駅は小川郷。ローマ字表記だと、逆さに読んでも読みが同じになる駅です。元は川を越えた先の、もうちょっと小野新町や郡山寄りに駅を建設する予定でしたが、炭鉱会社が、金ならある、ここに作れ、と言って、夏井川の南になったという説が、実際、この近辺かここより南にはかつて時は炭田が広がっていたため、輸送する時の場所選び的になんとなくそうなのかなと思ったり、また、次の小川郷から一気に山深くに入るようになります。そのせいか、いわき始発の8本のうち、2本はここ小川郷止まり、2駅で終点です。いよいよ面白くなってきましたね。今後何回かクロスしたり沿ったりする夏井川をまずここで1回越えまして、次は枝。ここから小野新町あたりまでは10分以上止まらない駅間が続きます。ところでこの付近にはかのバズった有名詩人、草野新平が住んでいたそうです。その独特な文体、教科書か何かで見たのを覚えてる方もいるかも。この句は、草野新平は帰る好き、という前提を抑え、文字を一記号として読むと、なるほどってなります。数々の自然にちなんだ詩は、ここは仏間高地に生まれたがゆえの賜物なのかもしれません。その思いはトランシスへ。磐越東線の中でもとりわけこの区間が最も難所で、先ほど、いわきと郡山、両サイドからじわじわ開通させた、と述べましたが、その最後に開通させた区間がここ、小川郷と小野新町の間の線路です。約30キロもあり、3分の1以上を占める区間ですが、ことごとく難所です。川、道路、線路が所狭しといった具合に山の隙間を縫っている、といえば凄さがわかるでしょうか。夏井までの区間は時より集落か家屋がぽつりぽつりと見えるくらいで、あとはもう完全な大自然です。そこからも、この区間の険しさがわかると思います。ああ一面のクソ緑。ですが、山岳路線の割には全体的な線形は良い方です。まず最高時速が100キロと、ローカル線の中では全区間と比べても遜色ないレベルです。さらに、路線の標定速度は最高で時速 51.4 キロほど。大回り乗車でおなじみ、8号線の駒川と高崎の間の標定速度は最高で時速 50.2 キロなので、全線トータルで見ても、思ったよりは出している区間なんです。この小川郷あたりの秘境区間も、まあまあそんなには悪くはないと思いますよ。一方の磐越西線はどうなのかって、なんか、線形が常にビブラートしてるみたいな感じです。馬卸駅から東は特にすごい。一駅の間に、両手で数えられるかどうかギリギリなくらい多くのトンネルを通り、次の停車駅は川前。蒸気機関車が通っていた時代、燃料を補給するのに役立つ中間駅でした。また、飲料の成果を搬出するのにも助けになる駅で、昔は活気のある駅でした。森林破壊の激しさと強行により、徐々に錆びれていきましたが、そろそろ岩津筋の名所を通るために、減速運転を行うみたいです。夏井川渓谷といえば紅葉が有名ですが、4月には岩津筋っていう花が咲き誇ります。赤ヤシオとも呼ばれるこの花、準絶滅危惧種に指定されている貴重な花です。沿線からは、その一部が望めますよ。夜メロンね、さっき、進行方向左を見ろ、って言われていたのに、なぜか右に行ってました。先ほど、この辺が一番ぐにゃぐにゃしてる、とは言いましたが、それでも山の中にしてはだいぶ線形が良く、飛ばせるところでは飛ばします。ちょっと加速音に注目してみましょう。110系の気動車らしい力強い加速音や、ガタンゴトンという心地よいジュイント音、まさに、旅している、という感が味わえて、とても良いです。ちょこっとガタンゴトンについてくれたので、ついでに少し深掘り。このガタンゴトンという音、これはレールの長さが短いがためになっている音です。60秒チャレンジ、ルイージを救え、って見たことがある方もいるかもしれません。金属は熱次第で伸び縮みするので、どうしてもレール同士に隙間ができます。その隙間を列車が通るときにガタンゴトンってなるのです。で、20メートルか25メートルの長さの線路を停車といい、昔はそれが普通だったんですが、近年は、歩線が楽、とか、乗り心地を良くする、とかの理由で、ロングレール化が進んでいます。ロングレールとは200メートル以上の線路のことで、傾斜をつけて作られます。そうすると隙間が少なくなるので、ガタンゴトンという音も減っているのです。まあ毎秒200メートルで走ればつけなくはなさそうですが、そんな時速720キロで走ったらそれこそ終わりです。別に時速720キロで走らずとも、気軽に乗れるところだと、まだ水戸線の大部分ではつけますので、ぜひ。川前の次、一面一線の防線駅である夏井駅に到着。この駅間で県内面積が1位の市、いわき市を出ました。その次は小野新町。いわき方面からの電車は1本はそこ止まりですが、その2倍弱もの本数が小野新町始発なので、実質的な本数は小野新町より西でドカンと増えます。量はこんな感じ。こうしてみると、本数差が顕著ですね。やはり路線の性格は、郡山近辺メインの短距離輸送といった感じ。でも少し意外なことに、2両編成保証。関3区間でも、1両での営業運転はしないようです。最近、一部の運用がちまっとした1両に減車された八甲北線よりは恵まれてる3両や4両の停止位置目標もありますが、ここではあまり使われていないかと。さて、小野新町に近づいてきました。一応ここからは需要が増えるのですが、まだ閑散としていますね。そしてここで驚くなかれ。交換待ちか何かで21分止まります。21分あったら軽く駅前をほっつき歩くぐらいのことはできそうです。ここいらでボックスシート強奪選手権とかやっても、いや、倫理観は守りましょう。小野新町到着。先にいわき行きのキハ110を行かせて、ひとまず郡山行きはここで小休憩。誰ですか、小、じゃねえだろって言ったの。かつては毎日何往復か、セメントなどの貨物列車がせわしく行き交っていた磐越東線。それも21世紀に入って、貨物の運用はなくなってしまいました。今や寂しく草が生えているだけの閑静な駅になってしまいました。ただ聞こえる、見えるは大自然の中に留まるローカル線。ですが、時間の流れが止まったかのような、心が洗われるような、そんな気持ちになります。悠々という言葉の意味の一つは、ゆったりと落ち着いている様のこと。路線名からして、まさに、悠々、あぶくまラインです。今この動画を編集している時は、どうやってこの間を埋めようかと躍起していて、とても悠々からはかけ離れていますが、18切符を使っているので、ちょっと改札の外に出てみました。往年の文学作品に登場する建物をそのまま模したみたいな形の駅舎ですね。この近辺にはリカちゃんチャッスルという、本当にリカちゃんに溢れたテーマパークがあります。しかしここの町で有名なお姫様はリカちゃん以外にも、駅横には意味深な石碑と縦看板が、どうやらこの小野町近辺には、六花線で有名な小野の小町による伝説が残っているそうで、小野の小町が本当にここにいたかどうかのしっかりした根拠はありませんが、近辺にある屋台神社をはじめとした小野の小町の伝説はそれとなく残っており、小野の小町と深い関係性を持っていることは間違いなさそうです。ところで紀貫之が書いた古今和歌集彼女って作品があるんですが、そこでは小野の小町がボロクソ言われてました。この地域の人は彼女を読んでどう思うでしょうか。まだまだ IC カードなんて使えないエリア。ここからどんどこ西へ進みます。余談ですが、福島県の浪江って首都圏エリアなんですよ。井戸で言ったら郡山より北なのに。21分は割とすぐに解けました。引き続き立ちます。磐越東線に乗った時にスマホに残したメモには、立ってます、一生、って書いてありました。なんで？さて次は蒲田。ここから小野町を出て、田村市に。まだ郡山までの道のりは長いです。がっつり阿武隈高地に位置する市です。この田村市で磐越東線の折り返し地点、その高地の自然の凄さたるや、例えば蒲田付近には東北地方指折りの鍾乳洞があります。そんな大自然に満ち溢れた市ですが、戦術した小野小町のような、歴史上の伝説もあります。田村が名前につく偉人、何か思いをそうですね、坂の上の田村麻呂ですね。蝦夷政党で征夷大将軍に任せられたあの人。この地には彼と鬼との戦いの伝説が数多く残っており、それ由来の地名も多いとか、例えば磐越東線の途中駅に大越っていう地名があります。それはもちろん、わーって方の大越から来ているのですが、坂の上の田村麻呂が大越を上げて攻め入った、だから大越っていう地名になったとされています。ダジャレじゃんって？まあまあ、地名あるあるです。ちなみに大越には戦術したセメント工場があり、その昔は専用線までもありました。ですが、21世紀になるタイミングで工場閉鎖からの専用線廃止。阿武隈もセメントの原料、石灰石がある程度取れるところだっただけに残念。やはり北九州と比べると資源量で劣ったり、輸送にほんの少し手間がかかったりしたのでしょうか。郡山まで残すところ30キロ。さすがにここまで来ると民家も見えてきて、一面のクソ緑とまではいかないです。ここら辺はかつて葉タバコの産地ではあったのですが、東日本大震災、タバコ市場の拡大、若手の減少など、泣きっ面に蜂どころじゃない状況が続き、過疎化も相まって、寂れている状況です。別に、末、と言っているわけではないのですが、その成分を農薬みたいに使って害虫被害を防ぐ働きが、ここ十数年で発見されたので、そうした社会に役立つ活用法が発見されて、また大越に活気が戻ればなと思います。もちろん、磐越東線などを通じた観光面でも、栄えていくことは重要だと思います。坂の上の田村麻呂ラッピングとかやりませんか？いわきと際に停車していって、その次は船引き。田村市役所が近くにある、市の中枢地域です。由来は坂の上の田村麻呂が負傷した兵士を船で引いて運んでいったことから、この駅の乗車人員は750人ほどと、路線内では多め。小野新町の2倍くらいの利用者数です。磐越東線のみの駅だったら2番目くらいに使われている駅です。なんかありました。どうやら疫病が流行った江戸時代から、魔除けのために作られてきたもののようで、いわき街道沿いにいくつか建てられていき、今ではお人形様と呼ばれ、親しまれてきています。たまに衣替えも行われているらしく、どこか日本らしきアニミズムっぽさを感じます。こういった伝統は大事にしていきたい。次は金目田。道区間にオメガの形をしたカーブがあります。医療区間にも似た感じのカーブはありましたが、瞬間的な前傾はここが一番すごいです。もちろん高低差に対する距離を稼ぐためです。その差が50メートルくらいあり、直線だと急すぎてしんどい。それでオメガカーブを作っているのかなと。あとは少しだけ地形の問題もあると思われます。こういうカーブは磐越西線の、特に会津若松の東で顕著です。でも、だからといってスピードが極端に遅くなることもないです。多分ここオメガの先っぽあたりだと思うのですが、そんなの関係ないかのように、起こすか飛ばしていることがわかります。はい。お次は三春駅。船引きよりも少し規模が大きめ。実際、三春駅でかなりどっかり乗ってきました。立ち客は発生しましたが、すべての席は埋まらないくらいです。そりゃあデカめの駅だから、っていうのはそうなんですが、撮影日が4月9日の土曜日だからこそなのかな、と思ったり、どういうことなのかと言いますと、この近辺って三春滝桜が有名でして、この花見のシーズンには、三春滝桜号、なる臨時列車が2往復運転されるほど、臨時列車まで走らせるなんて、そんなすごい桜があるのかとか考えますが、なんてったって樹齢1000年を超えると言われている桜ですよ。鶴は千年、亀は万年と言われていますが、桜も負けず劣らず長寿の象徴。かも？余談ですが、夜メロンは小4の頃まで、亀には足が6本あると思い込んでいたそうです。次の駅、なんて読むでしょう？先に由来から言っておくと、切るのが困難だった木が切れたを余ったことから、と言われています。というわけで、この地域は、毛木、と呼ばれています。この毛木駅で郡山市に一旦は入りますが、周囲は三春町に囲まれているので、郡山市に入った後、すぐ三春町に入って、その後また一瞬だけ郡山市に入ります。別に飛び地とかではないんですが、それだけになんだか境遇が町だみたい。さっき挙げた磐越自動車道は、ルートは似ているくせに今の今までクロスしてこなかったのですが、あの向こうの橋の下をくぐったことで、初めてクロスしました。80キロほどあるルートの中で1回しか交わらないのは、なんとも面白いです。ちなみに磐越西線の方では3回クロスします。距離と地形に対してそんなでもない、まあ東北道と東北本線だって交わりそうで全然交わらないので、そんなものでしょう。毛木まで来てしまえば、東北本線と交わる郡山まではもうすぐ、あと1駅です。正直、ずっと立ってて足が痛いので、701系でもいい721系でもいいので、早く東北本線の席にありつきたいです。もちろん、方面展望は楽しかったです。さて、たった1回の阿武隈川渡り、悠々かどうかと言われると微妙ですが、サクサク、とは渡っています。そこからぐいっと南西へ進路を変えていきます。日本オイルターミナルの貨物船の横を通っています。日本オイルターミナルは JR 貨物グループに属する、石油関連の事業をメインに行う会社。たまに恋色して、円柱型のタンクを積んだ貨物を見るかもしれませんが、あれです。で、郡山のそれは特に大規模で、潤滑油の管理まで行っています。ここから幹線の東北本線へ接続していって、関東などへと運ばれていくのです。どんどん走っていくうちに、左側には東北新幹線、東北本線が見えてきました。県庁所在地をも凌駕しているかもしれない郡山に、おっと多分近畿に触れたかも。今起こっている郡山付近の工事にでも、少し触れておきますか。磐越東線は今、木曜と土曜の初電はお休みということになっています。これは福島市民の復習とかではなく、郡山の信号システムを更新するためです。大規模なこともあり、2020年4月から5年ほどかけて更新予定ということで、運休する便は代わりに代行バスがぶっぷーと走ってくれています。先も旅人も眠る牛三つ時に、鉄道を守る方々は頑張っているのです。あっと、話がそれますが、あれが磐越西線の線路です。うまく郡山に入線してスイッチバックすれば、あっちにも入れます。事実その運用は以前やったことがあって、両春磐越東西線号っていう旧型客車の臨時列車を運行、牽引するときに、郡山で磐越東線から磐越西線に乗り入れ接続することがあったのですが、その時にキャッチャーを引く機会に加えて進行方向も変えました。実際、実績はあるんですよ。冒頭で言った通り、2路線は何もかも全くの別路線ではありますが、なんなら郡山方の磐越西線は、他の磐越系路線をさておいて電化されていますし、ディーゼルの音を30万都市に響かせて、広大な線路を横に、郡山到着です。足の痛みも多分30万以上の細胞に響いています。郡山到着。以上、磐越東線でした。ローカル線らしからぬ走りっぷりや、車窓から見える四季折々がなす絶景。歴史の観点から見ても、様々な伝説が眠っており、ポテンシャルの高い路線でした。長時間停車も苦にならないどころか、むしろ楽しい時間に変わる路線。時間に追われる現代のことは忘れて、悠々と阿武隈高地を越えてみませんか？というわけで磐越東線に乗る機会があったら、その地に思いを馳せてみてくださいね。終わります。